イトも池さんです。いやー最近やつドッキリの現地取られるのを警戒しててなかなか欲しいワードくれないんすよね。それでちょっと過去動画を漁ってたんですけど、そしたらやつこんなこと言ってたんですよ。本当に欲しいのないの？いやプレゼントとかじゃなくてなんか欲しいのない？欲しいもの？お金。お金？富名声力のすべてこの世のすべてを手に入れた男になりたい。聞きましたか皆さん。もうやつ富と名声と力が欲しいって言ってるんですよね。でもまあ富はもうあると思うんですよ。まあってなるともうあとは名声と、まあ、力かなって。ほんでもう名声と力って言ったら何かなーって考えて思いついたんですよ。あ、着衣かなって。というわけで今回の企画はテルさんを気楽にする。もうやつ絶対喜んでくれると思うんですよね、きっと。それでは早速やつをはめて。なわけでこちらシーランド公国っていう国なんですけど、この国の着衣を買うことができるんですよ。これです。まあ、このロード、レディ、男爵、伯爵、公爵、サード、デイ、ナイト、公爵、これを買ったらすぐ貴族になれます。どれにしようかなと思ってたんですけど、もう見た瞬間、もうこのサイトパッて開いた瞬間に分かったんですよ僕。ロード、これです。これもうテルさん、このロードって響き、もう絶対好き、もう絶対好き。もうなんかロードって言われただけでテルさん喜びそうだもん。 29.99 ポンド。あー、まあ、4000円ぐらいです。タイトルタイプ、プリンセスマイケルによる学位と署名、 14.99 ド。フルネーム、テルチソウ。オッケー、ネーム入れたんで、あとは買い物カゴに入れて買うだけです。バチン。はい、テルさんの借金もう買っちゃいましたよ。あと数週間でテルさん貴族になっちゃうんですよね。楽しみだな。うん、いやー、いいことした。はい、じゃあこの借金の証明書が届くのを待っていく。ヘルさん、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 うん、起きて。寒い。ヘルさん、寒い。起きて。起きてないよ。起きてないよ。起きて、ヘルさん。ヘルさんじゃん。え？ヘルさん、起きて。地獄みたいな名前じゃないから、そんな。ヘルさん、起きて。おはよう。おはよう。イグさん。え？今日日中日で。テルさん、動画撮りましょう。え、俺、あれ丸一日でさ。月曜日になっちゃった。動画撮りましょう。おはようございます。イグさん、今日日中日で休みな。今日日中日なんですよね。うん、動画撮りましょう。働き者だな。いや、ヘルさん。ヘルさんじゃないよ、待って。ヘルシングみたいに言わないで。地獄みたいな名前だ。地獄の毛布使ってるやん。H で。おばとがよろしいよ。寝ないで。何の動画撮んの？なんだと思いますか？なんだろうな、テルさんを殺す。正解。絶対飛ぶじゃん。冗談っす、冗談っす。動画撮りましょう、テルさん。いや、何、何系さ、何買った？まあ、買ったかと言われたら、まあ買いました。え、どういうこと？まあ、買ったか買ってないかって言われたら、うん、まあ買いました。何、ゲームとかそういう感じ？ゲームとかではないです。大きい、小さい？まあまあ小さいっす、小さいっすけど、うん、まあ見方変えたらまあ超でかいっす。不思議だな、ちょっと目覚めてきた。月曜日でもよくない？いや、ダメです。リスケしといて。え？リスケしといて。リスケして今日っすよ。リスケをフィックスでマネージメントしといて。いや、そういうなんか片言使ったら許せるわけじゃないから。動画撮りましょう。明日でいいじゃん。いや、俺だってあれだよ、今何時？ついさっき前だって俺配信してたよ、だって池田さん。いや、それは俺知らないっす。でも俺のスケジュール知っときゃ、マネージャー。明日でいいじゃん、マジで池田さん、本当に。もう本当に眠い、ガチで。もう今日じゃないとダメなんす。ガチで眠い、俺このままだったら死んじゃう。下下がっていく最中で死んじゃうよ、俺。大丈夫。大丈夫じゃない、死んじゃう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 。ちょっとくらい死んだっていいじゃん、てるさん。はい、起きて、動画撮りましょう。ゆうたん、早くしてくださいよ。全速力。嘘だ。いや、嘘じゃない、全速力。それ、すぐ嘘つけ。はい、はい、は
はい、ってなわけでてるさん、はい、どうですか。いや、まだ何もわからない写真これどういうことどういうことえ、何、まあ、てるさん昔から富と名声と力、はい、この3つが欲しいって言ってたじゃないですか昔からは言ってないけどね昔からは言ってないけどね、池さんいや、言ってましたよ俺言ってた言ってましたまあ池さんが言うのはじゃあ昔から言ってましたまあまあまあ、でも富もあるじゃないですかいやらしいなないそんな富というほどはないないっすもう結構富持ってらっしゃる。いや、やめてないから富というほどはないからで、うん、まあ、残るのは、はいはい、まあ、名声力だと思うんですよね。ああ、はいはいはい。で、僕考えたんですよ、うん、名声力って何かなって、うんうん、考えついたのがこちらです。でーんイエーイテンション上げるテンション上げられてるけど俺まだ見えてないからリアクション見ないよなんすかこれは。こちらですね、はい、着衣です。着衣、うん見ていいの。いいっす、いいっす。どういうこと着衣って何。着衣です。俺の名前、え、本名書いてあるんだけどどういうこと。ロードテルシャムちょ、わかんない。どういうこと。テルさんは、もうキッツォクッの仲間入りなんです。キッツォクッっていうのやめてくれどういうこと。マジでわかんないんだけど。こっちはテルさんは、うん、シーランド広告のキッツォクッだったんですシーランド広告がまずわからん全然わからん。知らないですか。知らない。知らないよ。何これ。シーランド広告の貴族になったっていうのはどういうことなんですか。そんな簡単になれるもんなの、国の貴族っていうのは。借位を金で買うんですそんないやらしいことができるのこっちは何なの。だからこっちは、こっちはですね、うん、このシーランド広告っていうのは何なのかみたいな、うん、俺たちは自由を勝ち取るぜみたいなことが書いてます、うん、この人は。この人は大太子です。ああ指さしちゃったこの人は不敬だ。俺じゃあね、この人に仕えてんのまあ、この人の国のだからあるってことだよねこっちは何て書いてあるのこれは。登録証みたいな、うん、王室に認められましたみたいな、ロードテルシャーンみたいなことが書かれてます。え、まあまあすごくない。いや、すごいじゃんすごくないガチじゃん。ガチです、まあ、ガチじゃん。貴族ですからね。すげえ。まあ、シーランド広告の詳細見ていきますか。あ、はい、準備してあるんでこちらがシーランド広告の公式のウェブサイトです。そういうシーランドっていう国があるのね。はい、はい、そうです、はいはいはい。まあ、このシーランドが何なのかっていうのは、イギリス東海岸から7マイル離れた公海に、うん、まあ、主権広告として1967年に設立されました。あ、まあ、まあ、結構前からあるんだね。まあまあまあ、まあ、結構前からありますね、うん、世界最小の国、バチカンより小さいです。バチカンより小さい。え、世界、あ、俺すごくないそれ、うん、バチカンってだってディズニーランドとかそんぐらいだよ、確かねさらに小さいです。へえ。まあ、これなんか街っていうよりは海にある要塞みたいな。その写真のやつがないんですよ、もしかしてそれが国なの。あ、もうこれみたいなもんですよ。行ったもん勝ちじゃん行ったもん勝ちじゃん。パスポートを発行したりとかしてるんですよ、うん、公式通貨独自の切手を開発したりとか。まあまあ国だからね。はい、うん、はいはい。え、どういうこと。ガチのちゃんとした国として認められてんの、そもそも。あー、微妙っすグレーじゃんグレーじゃん、堂々と名乗れないじゃんロードテルシャンってグレーじゃん。結構グレーなんですね。はあ、あ、もう言い出したんだ急にそう、なるほどね。はいはいはい。要塞で国だって、うん、おうおう、ほんでほんで。まあ、このシーランドの公式グッズとかいっぱいありまして、おうおう、こちらシーランドショップコミュニティに参加しよう、商売ってあるなこの国今回買ったこちら、あ、はい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 、登録書ですね。はいはいはい。俺は何、このロードだから何になるの。じゃあこれ、この一番左側の、うん、まあ、ロードレディ男爵、うん、テルさんに買ったのは、まあ、これなんで、はいはい、多分男爵みたいなもんですね。ああ、多分男爵らしいですここは、はい、どうも男爵テルシャンですこれいくら、それユーロポンド。これポンドですね、はいはいはい、29.99 ポンドで、まあ大体オプションとかいろいろ合わせて、まあ、1万円したって感じですね、うん、ああなるほどね。オプションがついてんのこれあ、そうです。ああなるほどね、はい、この額とかもオプションなんですよこれ。はいこっちちょっと金色だけどねこの額全然違うけどね。詐欺られてない大丈夫。詐欺られたかもシーランド詐欺になってないほんでほんで。で、まあ登録書の他にも、うん、下の方に行くと身分証明書身分証欲しいな俺俺身分証欲しいうわいいやんそれ、身分証欲しいわ。領土の一部を所有とかあんなちっちゃい月の土地購入と同じ匂いする王様のマイケル必須した要塞の保持についての本とか、はい、もう全然 T シャツとかキーホールダーめちゃくちゃ商売してんじゃんデスクフラッグとか欲しかったっすかね。いらない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 シランド広告のいらないいらないいらないです。マグカップとかそのバンドとかもいらん何もいらん。身分証だけちょっと欲しい
僕実はあのこういうもので何ですかそれは。あ、僕ちょっとあのシーランド公国っていう国の貴族なんですよ。やりたい。それガチでやったら仕事減りそう。まさにテレさんが買った男爵の他にも、うん、まあ、伯爵とか公爵、ナイトとかあります。なるほどね。まあでも呼び名でかっこいいのはなんだろうね。まあでもロード、俺ロードかな？ロードはかっこいいような気がするな。いやもう俺テレさんロード、これ見た人があテレさんロード好きって思った。ロードは何？男爵って意味なの？男爵はバロン。男爵はバロンで、まあ、ロードは大体あの貴族系のなんだか教みたいな。ああ、まあ総じてロードなんだ。なるほどね。はい、でもまあ多分ここから買ったんで、まあ、テレさんバロンだと思いますよ。ああ、なるほどね。バロン。テレちゃん今日ってな感じです。あー、はいってな感じです、はい、というわけでどうですか貴族さん。その呼び名はマジでやめて。マジでやめて。 e スポーツからダメだから。いやでも貴族になったわけですし。まあまあまあなったんか俺。はい、ロードテルシャン。ロードテルシャンです。でも日本でいないんじゃない。いやなかなかいないと思うんですよ、そんな貴族とか。はい、こんな買う人いるの。てか用見つけたね、こんなの。何でも見つけてくるね、池さん本当に。はい、そういうの得ですから。面白いな。俺もなんかあの朝起きたら貴族になってるとは思わなかった。すげえ。これからも全然名乗ってっていいんですよ。貴族だぞどやって。絶対俺あのひた確信して生きていくよ。これ動画出るの嫌だもん。また電話来て怒られちゃう。このとかあるからねこれね。隠されてる隠したいもん。まあまあ、ありがとうございます。はい、といたしまして、これでもうテルさん今日からテルさん教で。はい、まあじゃあもうあれなんじゃない、図が高いんじゃないですか。もっとヘコヘコしてる。おテルさん教っつって今月の お賃金くれちゃいみたいな。ええってどういうこと。はえこれ効力ない。まあテルさん、まあ待ってくださいテルさん、まあね、なんすかそれは。違う、カメラ目線でその硬直しないで。何あ、てつさん、実は僕も貴族になりました。どういうこと。まあ、テルさんを貴族にしたとしたのと同時に、うん、もう僕も貴族になったんですよ。しかも、うん、テルさんより爵位高いです。何してんのお前。顔がムカつくし。これ何このカードとかもなんかちょっと違うやん俺だと。このカードは、うん、まあ、シーランド公国の ID カード。オプションで付けれます。なんでお前だけオプションつけてんだよ。なんでお前だけオプションつけてんだよ。どういうこと爵位高いって。それ何なの。これはコメントみたいなやつ。これはカウントって言って、うん、まあ、伯爵です。男爵の上ちゃう。はい、図が高いぞロード。お賃金払わせてください。何してんのマジで。ダメだって。父の背中の代表とマネージャー貴族なんだぜって言われるって。いいじゃないですか、借金持ってますから。貴族なんだぜまではいいじゃん、うん、その次にあそこも貴族だったのってなって誤解が生まれるって。やっぱりってあそこも尊敬ってなるって。動画公開されるじゃん、うん、師匠さんが代表のてるちゃんとあそこマネージャー池さんが貴族になったらしいよ。あ、なんかまあそういうことやってたんだ。でもう次の人3人目で貴族ってそういうことってなっちゃうから。伝言ゲームでいらぬ誤解与えるから。だん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 伯爵から貴族になる。それあのローマ字表記で言うのやめて。漢字にして勘弁してよ本当に。もう何してんの池さん本当に、まあ、ちなみにこれ4万ぐらいしました、うん、高えよ。何してんの本当に。あ、俺のいくらだっけ。あ、1万っす。4倍じゃん。なんでマジで何してくれてんの本当に。池さん本名出ちゃってるよそれ。いや、ここモザイク入ってます。モザイクかけるなら買うね。すげえこれ。 ID までちゃんと。 ID かっこいいなこれ。出していいのこれ。出していいですよ。もうめんどくせえや。すげえ、18518791って結構桁でかいし、これ結構買ってる人いるのかな。結構いるのかな。ほわ、何してんの。どっから始まってんのか分かんないけど。まあでもシリアル番号もうこんな桁いらないじゃん。そんなあんま買わないんだったら。池さんはじゃあ何、ロード池さんだし、カウント池さん。俺はバロンテルシャンで今後はやっていきます。この動画出したくねー。やあバロン。なんか怒られそう。超や。なんか電話かかってきそう。電話かかって中川の時と同じ理由で怒られそう。はい、
というわけで、はい、どうですかテルさん、貴族になったお気持ちは。いや複雑に決まってんでしょ複雑な気持ちだわこの動画出るんかーって複雑な気持ちだわ。実はですねこれ1ヶ月以上前に、はいはい、もう届いてたんですよ、うん、だけどセンシティブな事件あったじゃないですかやめてその話マジで勘弁していけば本当に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  LINE 超えないで、本当めんどくさいんだって、本当に嫌なんだって、嫌なんだよ。いやそれで、それで寝かしてたんですよしばらく。ずっと寝かしときゃ。じゃあじゃあずっと寝かしときゃ起こすな起こすな、こんなの寝かしとけ、これおやすみなさいだと思う寝かしとけ、ずっとせめてもう一日寝かしとけ意味わかんないけど、1ヶ月寝かしとけ、いっか、じゃあ意味わかんないもん。いや、だってお腹か1ヶ月じゃあの炎上系は忘れないからなまあ俺が炎上したわけではないけどいや、もうこの話したくない、本当に嫌、本当に嫌本当に嫌、この話でもきっとくんの話やめます。やめてくれー、ローマ字表記にすんなもうやめよう、この動画やめよう。10分ある ?10 分なくてもいいわサブちゃんとかでこっそりあげようぜこのチャンネルじゃなくてサブちゃんとかでこっそりだしでこっそりあげた方が多分悪いっすよ。あー確信犯的な、あこいつこっそりあげてる最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価と Twitter フォローとベルマークオンよろしくお願いします。この後は月額190円でオフトークがあります。そちらもよかったら見てください。締めていいんだよね。いいですよ。はい、じゃあバイバーイ。バイバイ。またあれやるんすか。やりましょう。1万円企画、どちらかがより贅沢なものを買ってきた方が勝ちっていう企画でございます。1週間もう経ちましたけど、1万円企画のやつで準備できましたか。いざいかん、1万円の戦いへ。